挑発、それは3ターンの間相手に攻撃技しか出させなくする技である。今回はこの挑発という技がどれだけ有効的な技であるか、そういったコンセプトでレート対戦していきたいと思うよどうも皆さんこんにちは、シンプルでカジュアルの夜です。まさし挑発、それは3ターンの間相手に。うるさいうるさい、さっき俺がやったそれ。あ、お前がやったっけ俺がさっきやったわ。オープニングお前やってくれたね。ドゥ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 の前にやったわ。オッケーオッケー、うん、下手な説明いらんね。これはいらん。ああ、早速戦術いけるね。そしたらばお願いします。挑発統一が、まあ、火吹きそうなパーティーに早速出会いましたね、うん、すごいねこれ。普段なら手こずりそうなパーティーですけれども、これはちょっと勝たせてもらいましょうかね。うん、相手が悪かったな。助け月光から入ります。助け月光から入ってダメなやつはいないので、はいはいはい、いいですね。月光が先発、うん、で、まあ、ジャローダの通りが凄まじいので、はいはいはい、ジャローダを絶対に出す、うん、まあ、月光がジャローダ確定ですね、はい、ジャローダ今回ちょっとね、抜きエースみたいなもんですから。あ、マジでジャローダか。ジャローダはもう完全なアタッカーです。メズローダやん。ああ、ヘビニラミを切りました。ああ、ジャローダといえばのね、ヘビニラミを切りましたね。すげえ。ああ、で、月光がジャローダからの、ミミッキオにヒードランかな。ああ、この3体大丈夫だと思います。イエー。はるさん対戦よろしくお願いします。お願いします。僕女優のはるちゃんめっちゃ好きなんでちょっと光栄ですね。おっと、キノコ出してきたよ。ああ、はるちゃん光栄っすわ。キノコとかもう全然目に入らない。うん、まあ挑発統一ですけどはるちゃんは単発っていうね。おーおーい、色違いのモロバレル殿下のフォートは挑発打ってきます。いきなり月光がもちゃんと持ったよね。じゃ全員持ってますから。いいねいいね、全員搭載してますんで、はいはいはい、まあここはちょっとキノコの方針、ジャローダ裏切るの読まれて、うん、なんか攻撃技打たれたとしてもまあいいです。はいはいはい、おっと本当にクリアスモック。しかしクリアスモック、ジャローダ読みですね。ジャローダ読みですね。はいはいはい、オッケーですオッケーです、全然問題ないですね。問題なッシング。ここはもうね、巻きびしですね。うわ、めず、はい、はい、もう巻きびし月光が今回採用しましたね。毒菱じゃなくて巻き菱ですね。珍しすぎやろ。もうジャローダで積んでいくんで。あ、なるほど。ジャローダで通していくとなるとやっぱ巻き菱はね非常にでかいですね。あと宿んぬ、はい、こういう再生力ポケモンに対して、うん、やっぱりこの巻き菱とかの、あ、そっかそっかそっか、あ、ダメージがめちゃめちゃ大事なんですよね。2回巻きたいけどね。そうなんですよ。まあサイクルにはねもう非常に絶対に巻きたいね、ステロ巻き菱は。はい、で、まあヤドランからしても打点は多分ないと思う。うんうんうん。あ、ここでヤドラン出してきた理由はやっぱ激流月光河っていうことが1ターン目で分かったと。ああ、なるほど。いうことで、まあ月光河からしても、うん、ヤドランに対して、うん、まあ、打点ないのかなって思ったのかもしれない。ああ、なるほどね。あ、まあ悪の波動コールしてないね、そういう動きだったら。え、この月光が悪の波動はないです。じゃないや。ああだから相手はまあ、うん、まあいいプレイングですよね。あるノリ出してきたよお前。本来はね悪の波動あってもねおかしくないんで。確かにね。うん、と思いましたけどね、うん、何を根拠にヤドランか分かりませんけど結構苦しいかもしれないですね。そうねそうねそうね。うん、こうなると裏の性質もちょっと読めるかもしれませんけど。こっち挑発いっぱいですから。そうですね、もう挑発でねもうカウンター満席なんで二度と出せませんよ相手は。そうなんです、補助技を。そうなんですよ、もう補助技は一回も打たせません。はい、もう巻き菱今2回打てましたね。はいはい、うん、でここ激流剣な発動してますけど、もう優先は巻き菱。これ巻き菱何回まで負けるの。もう何回で負けますよ。あ、そうなん。うん、もうね、やればやるほどその定数ダメージが増えるっていう。え、マジで。はい、ステロと違うところですね。ああ、なるほど。はい、ただまあ巻き菱飛行タイプとか冬には入らないんで。あ、まあね。うん、そこがステロと違ってクソってとこね。いや、クソではないかな。まあどっちも、まあどっちもいいとこあって悪いとこもある感じですよね。いい。うわっ、するするるわけわからんやんか。さあ、ジャローダ行ってこい。するするわけわからん。もうここはもうリーフストーブでいいっすよね。これ絶対引いてくるやん。うん、裏モロバレルいるんで。キノコ出てくるよ。はい、リーフストームを、うん、まあキノコで受けて、うん、おっとおっと落とさせてくれる。これぶち飛ぶぞ。まあジャローダ特攻全部咲いてるんで、ダッシュ使った。うわ、ちょっと足りん。あくび。あ、やだー。 あーいやー、ここ挑発しときゃよかったっていうのが、うん、うん、まあ結果論ですけど。確かに。まあ、ただモロバレル引くのがね普通、うん、普通というか、うん、そういう可能性もあったんで。確かに。うん、まあクリアスモークを見てるんで、うん、うん、リーフストームで積んでいくっていうことはちょっとしにくいんで。なるほど。このね対面でどうにかリーフストームで積みたかったんですけど、あ、あくびしてしまいましたね。相手あくびループの闇だな。ですね。ただまあステルスロックもうち何もないんで、あ、まあ、どっかで何か攻撃もしくは交代をしないといけない
ところなので。なるほど、相手がなんかキノコと合わせてくるタイミング、ね、そうですね、そうですね、はい、まあ、ただ、うん、全員挑発持っとるけん、あ、そっか、うん、どこでねキノコが出てきたとしても全然問題ないので。なるほどなるほど、はい、これが強いですわ。全員挑発統一ね。全員挑発統一、マジで頭悪いよ、えげつないっす本当はショートカットが好きなんですけどいや、そういう意味じゃない、今回ばかりは挑発統一で組んでみましたね。やかましい。オッケー、あくびはまたねちょっと長くなるかもしれませんね。あ、うん、まあでもあくび打つだけじゃねもう何の打開もできませんから。確かに相手はね何か行動を起こさないと、あ、このあくび時間稼いでもう何かを考えているね、うん、こっちはジャローダでリーフストーム詰めさえすればもうあとはそうですね、うん、まあ怠ける、おっとここで動いてきましたね、はいはいはい、うん、ここはもう挑発安定ですよね。挑発チャンスですね、大安定ですね、うん、もしレイトビーアドランが打ったとしても、うん、まあジャローダ一発では落とせないと思いますんで。なるほど、挑発打ってさっさとジャローダに交代していくっていう。まさかこいつも挑発持ってるとは思わねえだろ。オッケー、お前もかいというね。オッケー、挑発統一らしい展開になってきますね。うん、まあ、これ挑発の強さがねだいぶ、うん、分かってきてるかもしれませんね。いいねいいねいいね。結構攻撃範囲広げてちょっと欲張ったり、うんうん、しがちなんですけど、うんうん、これ補助技は絶対入れるべき。ああなるほど。挑発、守る、身代わりとか、うんうんうん、ここら辺の技は非常に有効ですから。なるほど、うん、絶対に6体のうち、まあ、1体2体はね、うん、欲しいですよね。確かに冷凍ビーム、冷凍、まあ全然大丈夫、凍らなければ、吸収に当たらなければ凍るなよ、お前凍るなよ。 OK、 ジャローダー耐久はね申し分ないんで、はいはいはい、はい、ここはもうリーフストーム絶対に落ちる。絶好の積み下、ここでバレル出してくるかな。ありますね、あ、 ありますね、ここは。この悩み方、バレルの悩み方やろ。そうですね、そうですね、あ、まあ、ここリーフストーム行くわけなんですけど、まあ、ジャローダ、オーケー、リーフストームを当ててほしい。これ当てなかったらどうなる。当てなかったら非常にやばいですねもう負けですか。いや、まだ負けではないです、ね、負けではないけど、まあ、普通にここは、うん、まあ、ね、マグマ君に交代していけばいい話なんで、外したとしても、あー、なるほどね、うん、ただマシから当ててくれると、えらいいうことですよね。うん、えらい。で、まあ、メザ炎で、まあ、多分落ちると思うんですけど、まあ、2段階上がってますからね。あ、ただ、まあ、ノーマル Z を打つ機会も多分ない、後続的には。ここで打っちゃうか、はい、はいはいはい、なのでもうモロバレルにね Z 破壊光線打っていきたいと思います。いいねー、はい、いいねー。まあ、ここはジャローダはもう完全なアタッカーと言ってますので、いいねー、うん、まあリーフストームが通るポケモンにはもうリーフストームを、いいよね、攻撃打って詰めるんやけん。そうなんですよ、最高よな。で、半減の、うん、まあ、草タイプとか鋼タイプに対してはメザ炎を打っていく。おー、うん、そしてドラゴンタイプ、うん、うん、そういうポケモンにはこの Z 破壊光線を打っていく。いや、いい、うん、こういう内訳をすることによって、うん、相手をねじ伏せていく。いいね、これがジャローだ。攻撃しつつ詰めれるっていうね。オッケー、非常に強いポケモン、素晴らしいね。うん、そして挑発も持ってるから、カバルドンとかもね起点できる。いや、素晴らしいね。うん、いいやん、このパーティー。ちょっとジャローダがね、今回は非常にキーマンですね。なるほど、はい、オッケー、バンギラスですね。これはいったな。なるほど、ここは当ててくれれば飛び、緊張感か、緊張感、絶対砂起こしがいい気がするけどね。特防上げてくんかなと思ったけど、何、カビゴン対策ですか緊張感バンギラス、緊張感バンギラス初めて見たね。すごいね。いや、ああ、もしかしたら今びっくりしたかもしれない。あ、これ、あ、相手もこれ、ば、え、緊張感やったみたいな緊張感の前やもん、今のきれいこれ、綱越しじゃなかったんだ。マジで緊張感、よう55までレベル上げたよくレベル上げたわ、バンギラスまですごいですわ。で、負け飯がいいね、やっぱね。負け飯でここまで入るのすごいっしょ。3回も潰るとこんな感じか。そうなんですよ、刺さるパーティー2話って感じだね。そうなんですよ、オッケーオッケーオッケー。これはもう4段階上昇ですから、破壊光線でも宿らんと思う。そうですね、あ、余裕ですね、はいはいはい、まあ、ここはまあ当ててくれないと実際ヒードランではちょっと宿らん突破できないんで。ああ、なるほど、うん、どうにか落としてほしいですね、はいはいはい、当ててほしい、当ててほしいね、これ。うん、てか当てんとマジで、うん、うん、ただまあジャローダーもうん90% はね、うん、当てる体で動いてますんで。頼む、オッケーオッケーオッケー。10回打ったら1回しか外れませんから。素晴らしい、オッケー、ウイジン、いいや、素晴らしい勝利ですね。うん、これが挑発統一でございますわ。素晴らしい、はるちゃん対戦ありがとうございました。ありがとうございました。うん、僕はもっぱら単発ですね。おお、どうした、うん、ショートカット好きですわ。そうね、お前ね、うん、そうよね、うん、マキヨーコがベスト。でも結構さ、うん、単発好きが結構多いんじゃない。いやー、そう、ショートカット、ショートカットっていうか、ちょっと単発はちょっとね坊主を連想するから、まあ、そうそう、刈り上げを連想させるから
ショートかなんか蓮舫は単発やね、でもあ確かに蓮舫はショートではないな、うん、でも牧陽子ちょうどいいね、牧陽子が一番好きやわ、エロいし、あなるほど、 あと単発ポケモンのゴーリキーもねショートカットよね単発ポケ単発ポケモンのあれは単発やね、ゴーリキーやめて、ゴーリキーは、うん、単発あれもいいね、うん、まあ前髪はちょっと切りすぎん方がいいと思いますけど、ね、なるほどね、あなんか歌でありましたけど、どんな歌、うん、前髪を切りすぎたっていう歌、どんな歌それ、え知らんのこれ、知らん、いや知っと、みんな知っと、あみんな知ってる、水戸夏目っていうやつの歌、うん、ええー、うん、まあ、そのまま前髪切りすぎたっていう、前髪切りすぎた人が歌いたい、もうちょっと成立して、してちょっとカプテテフ先発いきます、うん、でギルガルドの、受け先にヒードラ、うん、ここまで確定かな、はい、うん、でラストは、うん、まあジャローダかな、はいはいはい、あジャローダでいきたいと思います、おい、これはエンジェルと読むんでしょうか、エンジェルやね、これそれともアンジェラと読むんでしょうかこれどっちでしょうか、アンジェラの可能性もあるな、アンジェラの可能性あるね、これいやねえ、もうアンジェラさんでいこうかアンジェラさん体制よろしくお願いします、エンジェル頭弱え俺たち、さあ先発はランドロス、はい、威嚇が相手が先に入っている、うん、スカフ、スカーフですね、このカプテテフは95族そして最速調整なので、なるほど、あランドロスより速いはずなんだ、なんだ、うん、なのにスカーフだよね、あゆえにね、うん、まあここはちょっとね絶対トンボ狩りだと思うので、うん、ヒードラに合わせてもいいけど、まあ無難にリフレクターだよね、うん、あそうなんや、無難にリフレクター、無難にリフレクターなんだよね、あ相手はまあギルガルドかな、ここなるほど、あーギルガルドで来ますよ、ただねヒードロはねギルガルドにめっちゃ強いポケモンなんで、めっちゃ強いポケモンですね、まあ、物理型以外でね、うんそうなんですよ、聖なる剣とかあったらちょっとしんどいですよね、おっ なんかめちゃめちゃ迷っとんしゃね、これギルガルディングステーションおらんちゃね、うんこの間はいないね、この間をいないっすよね、この間はいないっすね、いやいない間だ、うんいない間やな、おーいいない間、いなかったらすごいぞ、いなかったらすごいよこれ、オッケーリフレクター、はい、リフレクターあるならもう別に殴っていい、そうですね殴っていいですね、何が来ても耐えます、はいはいはい、しかもカプテテフめちゃめちゃ耐久に振ってますんで、あーなるほど、あまあ無難にヒードランでもいいんですけど、あまあ一回カプテテフで、うん、最後期です打っていっていいですね、皮剥いでいく、うん、まあ、読んでなんか剣舞みたいなね、そうですねそれがあります、それもだりしな、うん、まあ壁あるんで積んでくる可能性も泣きにしもあらずなんで、はいはいはい、なるほど、ここはもう化けの皮剥がす、うん、まあおそらくカプテテフの方が上かなと思う、オッケーオッケー、そうですよね、これじゃあさ、はい、あれやね、ジャローダの起点にもなるかもしれない、そうですねそうですね、素晴らしい、そうなんですよ、特防下がった、はい、あ落ちちゃうな、特防下がったのはでもまあまあ落としていいっすよ、まあいいか、うん、はいはい、シャドウクロー、シャドウクロー余裕で耐えます、急所やめてね、急所はやめな、急所に当たりやすい技ですけど、イエイ、オッケー、イエイ、さあそして影打ちがもうサイコフィールドかなんで入らない、えら、うん、で特防がダウンしてるんで、うん、まあこう特防に特攻か、特攻に一回も振ってない、うんうんうん、うん、無力のサイコキネスですら耳気を落とせる圏内に入ってますね、なるほど、おっとダメ元でそういうこと、ダメ元でダメ元で影打ち打った、いやもうシーズン13で、あ、まあ、確かにサイコフィールドを知らん人おらんって、いや分かる、初心者の方かもしれないな、シーズン13で、いや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 お前、まあ、シーズン13に絶対の自信がある、まあおるかおるか、おるおる、オッケーオッケー、やっぱ新規の方がね入ってきてくれないと俺たちだってもう勝負上がったりよ、確かに確かにそうやな、うん、まあ、新規万歳やな、新規万歳、新規万歳、うん、ポケモントレーナーと女の新規は万歳ってよく言いますかね、いや聞いたことねえわここはもう挑発ですよね、挑発で金やぶ守って最近で助け削るルートだ、これはそうですよね、イエイイエイ、そうですよね、うん、まあ出し惜しみなく挑発をしていくというところですよね、うんうん、これでね、うん、金やぶ全抜きルートかと思われたら、よし、そうなんですよ、これはうまい、あで、たすきまで削っていきましょうかね、サイコキネシスで、すごいね、サイコキネシスワンウェポンでもやれるんや、やれますね、すごいね、あカプテテフ、もうカプテテフはもう壁張るだけですからね、うん、ただ壁張ってさらにアタッカーとしても、うんうん、機能していくこのカプテテフ非常に強い、なんかさ、はい、インターネット大会でさ、あー色違いのカプテテフ、カプテテフ、うん、出るやんと思ったよ、うん、あでもヨロ色違いマジでどうでもいいけん出んやろうなって思ったけど、どう、あ俺出らんねやっぱりそうやろ、もう俺出らんねマジでこいつ色違い普通に逃がすレベルのやつやけど、いやまあねちょっとおって思ったけど、うん、なんかそれにしてはちょっと敷居高すぎるなと思った出場するだけかもしれんけど、うん、出場する手続きがめんどくさいけんそれやったら色違いいいやと思って
そうなっちゃうんだよな。メザホの確定やったらやるけどね。確かにね。うん、いやでも性格違ったらワンちゃんやない。あ、性格ってあれ固定やけ。確か固定よね、うん、性格は固定やろ。持ってない性格とかやったらワンちゃんだけど。あー、じゃあ、あでもまあ多分無理いかんな、多分いかないでーす。多分いかんな。別に色違いのカプコケを見たところで欲しいと思わんでしょう。なるほどね。あ、まあこれは人それぞれですからね。はいはいはい、はい、あ、人それぞれですわ、うん、でここもうねちょっと壁ある時点で、うん、もうどっちかをねしっかりと削りて。ああなるほど。あ、なんでもう残り1でも、うんうんうん、ここで Z ぶっ放す。 Z ぶっ放す、はい。まあ、リーフツーブの外れの方が嫌だと。そうですね、そうなんですよ、そうなんですよ、はいはい、もうスカーフランドロスは、うん、この2体を突破する手段は残ってないんで。まあ確かに地震打っちゃったらジャローダ突破できないし、はい、地震以外だったらもうヒードラン突破できないんで、うん、なるほどなるほど。はい、これでパルシアン落として急所。え、ん、何これ、何これ、はちまき。ちょっとはちまき。さっきなんかハチマキで残ったん。ハチマキってずるくね。なんかしかも2回も 10% ぐらいなかった。ハチマキってなんで。やばいやばいやばい、氷の粒で圏内入ったぞ。え、これ圏内、圏内じゃね、さすがに。いや痛えるやろ。いやちょっと待って、やばいよこれ。メザホンの、やばい。しかも、いやでもしかもこれ、あ、地震でいく。そうそう、氷の粒的プラスの地震で落ちちゃうから、ちょっとやばいね。なんだ、すごいパルシン使ってんな。ちょっとやばいなこれは。マジ八見てなかったね。うん、八巻きやった。いやいやいや、残り1で残ったらこれはもう助けやろ。すごかったね今の。うん、1で動かんで、うん、なんかなと思ったね。すごいパルシン使ってんな。八巻きも持たすやつおるんや、こだわり以外の八巻き。うん、うわー、ちょっとやばいかもなこれ。大丈夫かなこれ。やばくない？次でリフレクターのターン終わるかな確か。え、じゃあもうドランちゃん、なんだ、このリーフストームを当てて、うん、一発で落ちんかったら、うん、次の地震で落ちるかもしれない。つぶてきた、つぶては来てん。あ、つぶて切ってる、つぶて切って水技入れてるパターンかもしれない。アクアブレイクとか。なるほどね、うん、はい、ちょっとやばいかもしれない。これで落とさなきゃ。ただこっちヒードラ見せてないよね確か。見せてね、ヒードラ見せてないと。お、畑落としてた。オッケー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 。うん、その可能性もあるね。おー、リフストーム、オッケー。畑落としやったらもう勝ちです。勝ちやね。畑落としやったら勝ち。おっと、急所。急所当たりすぎやない、なんか。まあまあ確かに。まあ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 いいでしょう。まあまあそんなんどうでも、あっちハチマキを、まあ確かに、消えのハチマキ2回発動させるから、ね、うん、確率としてはよ、うん、はい、ということで、はい、挑発統一いかがだったでしょうか。面白い。ああ、うん、非常に有効な技ということは分かってもらえたと思いますんで、うん、うん、まあもう一回ぐらいやろうか。やろうか。ああ、はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思っていただいた方、高評価、チャンネル登録、そして女を 2,3 人紹介。え、まあ、そしてまあ僕たちは金銭的にですね非常には困ってますんで、まあお金の援助、まあそういう面でもね非常にサポートしてくれるなと。いや、求めすぎ。